こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。今回は携帯用空気入れの話をしたいと思います。ここに用意したのは3種類の携帯用空気入れなんですけれども、それを例にとってお話をしていきたいと思います。最後まで見ていただきますと、携帯用空気入れ選択の考え方、あと携帯用空気入れのタイプに応じた使い方がわかりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは始めます。まずこちらの携帯用空気入れはそれほどコンパクトではありません。商品名はGIO GM71 という携帯用空気入れになります。まず重さを測っていきましょう。大きいのでそれほど軽くはありません。 180g ですね。それで次にこの携帯用空気入れの特徴を申し上げていきますと、普通のフロアポンプに持っている特徴を割と最大限持っているってことなんですね。それはどういうことかっていうと、こうやって本体から空気を送り込むパイプが独立して伸びていて、それでさらにこちらのホースがついているので、実際にこれを立ててこうやって使うことができます。それで足でここのスタンドを踏んで、しっかりと地面にポンプを置きながら押し込むことができるんですね。でさらにここにハンドルがありますけれども、ハンドルがこういうふうに開きますので、開いた上で手でこうやって押すことができますね。で垂直に立てられるので、体重をかけながら空気を入れることができます。さらにこちらに空気のゲージがついているんですね。実際これそれほど精度が高いもんじゃないですけれども、何気圧まで入ったかっていうのがゲージで読み取ることができます。そのためこの GIO の GM71 っていうポンプはそれなりに大きいですけれども、自宅のフロアポンプと同じような機能をコンパクトに持っているという、そういう代物です。私これだいぶ前に買ったんですけれども、まだ Amazon では売ってますね。現状の価格は2473円です。ただこちらのポンプはさすがに大きいので、あまりロードバイクに取り付けるとか、ロードバイクと共に携帯するっていうのはあまり馴染まないなっていうことが分かり、そんなに使ってないというのが今の実情です。ただポイントとしては、空気が入れやすい、ゲージがついている、あとホースがあるので無理なくバルブに接続ができる、ハンドルが開くので体重がかけやすい、そういう特徴があります。次にご紹介するのはこちら CO2 ボンベです。この商品のブランド名は TNI、 商品名は CO2 ボンベセットと記載されています。 Amazon での大人気商品ですね。値段は現状今 Amazon で1586円です。重量はボンベとかカバー込みで 113g です。こちらの商品については CO2 ボンベの取り扱い方っていうことで別立てで動画をアップロードしておりますので、ぜひそれをご覧ください。特徴としては非常にコンパクトに携行が可能で、なおかつこの高圧の二酸化炭素が入っているので、それを一気にタイヤの中に注入することができます。ですからポンピング作業っていう労力のかかる作業が必要ないということですね。次に用意したのがこちらエアボーンのスーパーミニポンプというものです。ご覧の通り非常に小さいものです。重量を測っていきましょう。 62g です。非常に軽量です。小型でもありますね。それでこちらのポンプはいろんなものを我慢しなきゃいけないという特性を持っています。こちらの製品ですけれども、本体とあと口金のアダプターおよびマウントホルダー、これの3点セットになっています。バルブアダプターが必要な理由ですけれども、こちらの口金は標準状態だと BMX や自動車のホイールに適合するような米式と呼ばれるシュレーダータイプの口金に適合するようになっているんですね。ですからこのアダプターを使って変換をします。これを使うことでロードバイクで最も使われているタイプのフランス式のプレスタっていうタイプのバルブに適合させることができます。あとこちらですけれども、ボトルケージのピッチに合わせた穴がついてまして、これを実際にボトルケージと共締めすることで持ち歩くことができるようになってます。まずここにボトルケージのビスを入れて留めた上で、これをこんな形でカチッとはめます。
で、こちらのバルブアダプターっていうのはねじ込むポジションがついてまして、これをしっかり締めておいて入れておくことで、これをワンセットで自転車とともに持ち歩くことができます。こんな小さいポンプですけれども、これをツールボトルとかサドルバッグの中に入れないで、少しでもツールボックスやサドルバッグの容積を稼ぎ出したいっていう人にとっては、マウンターを使って自転車のフレームに留めるってことができます。で、こちらの商品ですけれども、文字通りちっちゃくて、ちっちゃいっていうことはどういうことかというと、空気を入れる量がワンストロークで非常に小さいっていうことを意味します。まあそういったこともあり、本来ならこれを使って空気を入れるっていうのは、まあ、パンクの修理の後にこれを使わなきゃなんないってことで、相当難儀する、心がくじけそうになるような商品ではあります。やはりこれはどちらかというと本当に緊急用という形で、私は前回 CO2 ボンベの時に紹介しましたけれども、これとこれをセットで持ち運んでいます。最初のパンクの時にはこちらを使い、2回目がまあ不幸にも来てしまった場合はこちらを使うっていう保険として使っています。さて、次はこれら3つのポンプを実際に自転車に取り付けてみて使い勝手の話をしていきたいと思います。あと、特にこちらのポンプについてはこういう特殊なものですので、私なりに工夫してなんとかこれが実用に介するような形で使えるような運用を考えていまして、でそれについてもご紹介をしたいと思います。はい、それでは今回準備した3種類の携帯用空気入れについて使い方を簡単にご紹介していきます。実際にその使う前にですね、おすすめ事項としてこういう手袋、指先がカバーされた手袋を装着することをお勧めします。それほど危険性はないものの、空気入れを何回もこう押し込んでいると指挟んだりするようなこともありますので、できれば手袋を用意した方がいいですね。こちらはご覧の通りそこそこ大きいものなので、サドルバッグには中に入らないですね。下にくくりつけるとか、そういう工夫をしなきゃいけないです。私がこれを購入した時にどこにつけてたかっていうと、これにもまあマウントがありましてですね、そのマウントをここにつけてましたね。こんな感じで、こういう感じで収まります。ただしこれはまあロードバイクにここにこういった大きなものをつけるっていうのはなんとなくしっくりこないなということで、実際これを携帯するのはやめてしまったっていう経緯があります。さて、こちらの GM71 ですけれども、使い方はそんなに難しくありません。まずこちらにパイプが折りたたまれているので、そこを開きます。開いた上で収納されているホース、それを引っ張って引き出します。そうすることでほぼ使えることになりますね。で、あとこちらに足を踏んで固定させるためのステップがありますので、それ開いてハンドルの上部を開きます。これで本体側の準備は一旦完了で、次にこのバルブを緩めまして、この口金を押し込んで締め付けてあげます。これで空気が入る準備が整いました。あとはこういう感じで靴で本体を踏みながらこうやってポンプを入れることができます。で、このポンプの特徴っていうのは、小さいながらも家にあるフロアポンプと同等の機能と使い勝手を持っているってことですね。ホースもついてますし、体重もかけられる、足で本体を支えることもできる。なので大きいものの使い勝手自体は一番高いもの。あとゲージもついていますね。ゲージの様子をちょっとご覧入れましょう。まあ、このゲージは簡易的なものなので、それほど精度は求められないんですけれども、空気を押し込んでいくと、それについてゲージが動いていきますので、この黒字に白文字が気圧なので、今 2.8 ぐらいですか、それが7気圧ぐらいになるまで押し込むっていうことになります。ただまあ携帯用のポンプとしてゲージがどれだけ必要かっていうのは懐疑的かなと思います。ある程度乗り慣れた方はこうやって触れば何気圧ぐらいかなっていうのが大体わかりますし、携帯用のポンプで空気圧管理をしているわけじゃないので、パンクした後になんとか家まで帰りつけばいいっていうことを考えると、このゲージがついてるのは特に必須じゃないかなとは思いますね。以上、こちら GM71 のご紹介でした。
次はこちら CO2 インフレーターですけれども、今回 CO2 インフレーターの細かい使い方は特に紹介しません。以前の動画で詳しく説明していますので、ぜひそれをご覧ください。ポイントとしては、このボンベを装着した瞬間に CO2 が漏れ出してしまうのを防ぐためにバルブ付きを選びましょうと。でバルブを閉めてからボンベを入れましょうっていう、そういう留意点っていうのがありますね。繰り返しになりますけれども、これの使い方についてはぜひ以前の動画をご参照いただければと思ってます。次にこちらのエアボーンのポンプについてなんですけれども、これは非常に癖があります。例えば装着するときに順序がありまして、このバルブの変換アダプターを先に入れるんです。これでしっかり入れた上で、こちらの本体をバルブ変換アダプターにねじ込んであげるっていうことで装着が完了します。でこのポンプっていうのはこういうものでホースがないんですね。ですからこれをこんな感じで押し込むっていうのは非常に無理があります。下手をするとここの角度がブレすぎるとバルブを壊してしまう可能性があるんですね。ですのでこれを使うときには、私自身はまあ個人的に一工夫しておりますので、その工夫の仕方を紹介したいと思います。はい、その工夫っていうのが、タイヤを一旦車体から外してしまうっていう方法です。タイヤを外すだけじゃなくて、このクイックシャフトも外してしまいます。それでなるべくホイールが地面に対して低い位置に収まるようにしてあげます。でそこで口金用のアダプターを装着する。でさらにポケットインフレーターの本体を装着します。はい、これで装着できました。でここでですね、こちらクイックシャフトから取り外したナットなんですけれども、これを使うんですね。これを下に置いて、このポケットポンプのところの真下に置きます。実際に横から見てみるとこんな感じになりますね。これをやることでバルブに負担を与えずに体重を使って押し込むことができるようになります。はい、当然ちっちゃいポンプなんで押し込む回数っていうのは何百回になるとは思うんですけれども、最初のうちは手で軽く入りますね。で最後6気圧から7気圧に向けて入れていくに従って、ここの押し込む力っていうのがすごく大きくなります。その時にこうやって体重をかけられるかどうかっていうのが、きっちりと空気を入れるための分かれ目になってきます。ですから私はいつもこれをまあ運悪く使う羽目になった場合には、タイヤを外してクイック外して、クイックナットをこの下敷きの代わり、台座の代わりにして、このポンプでこうやって入れています。これをやることである程度乗るには十分なほどの空気圧まで、このポンプでも空気を入れることができます。あと最後におまけの参考情報として、こういうバルブアダプターの携帯の勧めっていう話をしたいと思います。こちら2種類のバルブアダプターですけれども、こちらの1つ目、先の細い方はロードバイクで使っているこちらのフランス式のバルブを A 式と呼ばれているママチャリ形式のバルブの口金と合わせるアダプターです。でこちらは先ほどご紹介しましたけれども、 B 式といって車のホイールのバルブと同じ形式です。でこちらがフランス式のロードバイクのバルブと合うようになっています。でまずこれを使うときには、当然ながらこちらのバルブのネジを緩めて空気が入るようにしてから、こちらの A 式と呼ばれるアダプターを使えば普通のママチャリの空気入れが使えるんですね。仮に空気入れを持ってないような場合とか、空気が不足してきたような場合に交番とかがあれば空気入れを貸してくれますし、最悪近隣のお家にお願いしてですね、空気入れ貸してくださいって言った場合には、空気入れを持っているご家庭の場合には必ずこれに合うはずです。で次にこちらの B 式の方を入れますね。そうすると何ができるかっていうと、こちらは車のホイールの空気のバルブと同じ規格なので、ガソリンスタンドがあればこちらのアダプターを使って空気を入れることができるんです。ですからこの2種類のバルブアダプターを持っていれば、
仮に空気入れがなくても空気を入れるってことができるようになります。そんなに高いものではないですし、重いものでもありませんので、これをお持ちになることを検討してはいかがでしょうか。はい、今回は私が持っている3種類の携帯向けコンパクト空気入れを取り上げて、その選定の考え方と使い方についてをご紹介いたしました。ご参考になれば幸いです。今回は最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。